ナイジェリア北西部を流れるニジェール川で26日、定員を超える約180人を乗せた木造船が沈没し、4人が死亡、150人超が行方不明となっている。地元当局が明らかにした。内陸水運公社の現地責任者ユスフ・ビルマ氏によると、木造船は北西部ケビ州から中部ナイジャ州の市場に向かっており、出発の1時間後に沈没した。ビルマ氏は、これまでに20人が救助され、4人の死亡が確認された。残り156人は行方不明で、水中に取り残されていると見られると述べた。木造船は老朽化しており、今にも壊れそうだった。しかし、乗せる客の数を減らすよう指導しても、船長らは耳を貸さなかった。ムハマドブハリ大統領は、ひどい事故だと述べ、被害者の家族に哀悼の意を伝えたが、公式の死者数は明らかにしなかった。ナイジェリアの水路で、定員超過や悪天候、整備不良などを原因とする船舶事故は珍しくないが、今回の事故の死者数は過去最多となる恐れもある。